可愛いやつだ。スリに気をつけて、本当にこれ気をつけて、ここに刺してると刺されるから確かに日本でね。ありがとう、ありがとう、バイバイ、バイバイ。あ、なんか切ないんだけど。なんか寂しいな、1週間もいさせてもらったから。高校の時は毎日やってたな。ありがたいわ。エステルドルフで乗り換えです。ここから空港に線に乗り換えて向かいます。エステルドルフは日本人が多いらしいです。なぜかというと、このドイツ内の、あ、ドイツに来る日本の企業とかは大体デュッセルドルフに集まるからだそうです。だからなんか日本食とかいっぱいお店があるらしい。一応紙にはいいコールする。何これ、あれ、俺らデュッセルドルフって来たことある？ないよ。前乗り換えてどこだっけ。あ、ケルンか。なんかケルンはこの間降りたんだっけ。あれどこだっけ、前来た時そこにそっくりじゃない。ハノーバー、ハノーファー、もっと上の方そっくりだね。あ、似せるね。一緒だ、作りだ。この方がいい香りする。すごい、店がたまたまじゃない。心配心配、ちょっとプラットフォームがよくわかんなくて乗れるか心配です。心配。あ、もう電車は来てる。これ何？これだよね。これ？これはまた別？何？なんか。何やってんの？あ、これ20だから19だ、こっちか。これ49分発だから、これの次だよね。うん、大きい駅しかここに書いてないからわからんね。うん、でも一応この電車だもんね。大きい駅しかなかったらどうする。止まるか、乗り場が変わってるかも。やばい、 15?17 になってる。そっち17になってる、うん、あそこでも15みたいなの書いてたね。時間があと、あ、3分しかない。あと3分しかない。549、これ、あ、15って書いてある。 549IC、 15行くか、とりあえず、うん、マリエ、マリエ、あと2分だよ。これかな。聞いてみる。 This is two airport。 これだ。駅がさ、うん、疲れた、あぶねー。エアポートって言ってた。まだでも着くまでは油断できん。なんか疲れない。あ、書いてあるね。デュッセルドルフ。本当だ。フルーフ。うん。分かりにくいね、あの感じ。うん。マジ？ここ？あ、本当だ。
うん、空港です。こっちなのかな。よかったね、無事着いた。こんなとこに空港あんの、マジで。どうに行く。まあ時間はあるし。あ、飛行機通ってる、見えた今そこに。あ、本当だ、飛行機って。え、もうすぐそこじゃん、空港、うん、びっくりしちゃった。はい、駅直結ですね、はい、もうすぐそこに飛行機のケツが見える。ちっちゃそうだね。うんうん、多分ちっちゃい空港だ。あ、美しい。すごいわ。いいな。足がマリリンの倍ぐらい長い。 あるある。あ、胸近くある。、はい、EU 圏内から EU 圏内は荷物検査はあるけど、荷物検査やな、あ、はあるけど、ね、そう、パスポートのチェックはないね。ないね。面白いね、うん、だから多分 C だよね。うん、パスポートチェックある。トルコ行きとかはターミナル自体が違った。面白い。うん、かわいいじゃん。かわいい。ユーロウィングスだって。分からん、ユーロって書いてある。ユーロウィングス。あ、でもドイツのマーク書いてあるけど。あ、え、ドルトムントじゃん。マリリン、これサッカーよ。サッカー、香川の。バイバイドルトムント。この角のマリリン肩幅めっちゃ広く見える。やばい、ラグビー選手みたい。うん、すごい綺麗。旅足。せーの、20カ国目、スペイン到着。ここはどこですか？マラガでございます。スペインの南の方です。はい、に到着いたしました。イエーイ、イエーイ。とりあえず、マラガからの空港から市内まで電車に乗って向かいたいと思います。でそこから歩いて、宿まで行く予定です。行ってきますもうさ、電車じゃなくてさ、飛行機が遅れてさ、乗る時から遅れててさ、うん、1時間弱遅れてるよね。はい、そうです。もう7時半ぐらい、7時半ぐらい、多分夜の。でもまだこんなね、本当にヨーロッパのいいところ、はい、明るい。これが電車？ Yeah, this one. Yeah, thank you. スペインの電車をガヤガヤしてました。すごかったね。国民性が出てますね、うん、みんなワイワイガヤガヤ。びっくりしちゃったね。入った瞬間みんなおしゃべりだな、ね、ここから歩いて宿に向かいます。途中ね、ちょっとお腹空いたからなんか食べ物あったら寄りたいと思います。お願いします。お願いします。いや、あんない俺に言ったのか。そうだよ。寒くないね。寒くない、あったかい。スペインはちょうどいいくらいじゃないこれ、うん、でも歩いとったら暑かった。お昼暑いかも。あ、確かに。ドイツ朝晩めっちゃ寒かったもんね、うん、昼も寒かったよ。うん、素晴らしい。ゴンダ、うん、なんか、うん、こういうキャラクターみたい。ジャパニーズじゃないですか。いい香りするって思ったんよ。浅草って下3文字 USA なんだね。街の雰囲気は南国って感じですね。飛行機雲が美しい。もう全然エアビーの場所が分からなくて困ってます。ホストに連絡したけど全然わからん。
イブラなんとかってどこなの？ピッツェリアにいる。あ、Thank you。Thank you。素敵な部屋だね。このテーブルがあるのがすごい。ね。全然広いし、聞いてたより良かったです。お腹すいたからご飯買いに来ました。スーパーに。そうよね。あ、でも9時までって書いてあるね。9時半までだ。入れないの？出ることしかできないの。ちょっと遅かったね。ちょっと遅かった。今9時37分。あっちさあ、どうする？海鮮とこ見てみる？100メートルだし。あっちの方じゃん。人気だね。いい匂いするし。すごい量だよ。あ、結構、うん、ミックスされたんだねこれ、うん。え、これなんかなんだろうね。イカじゃないこれ？これもイカじゃん。あ、タラとかかな。かもしれない。美味しそう。でかいね。でかいよ。びっくりしちゃった。いただきます。いただきます。じゃあこのなんか魚とさ、あれがぐちゃぐちゃになってて俺食えるか心配なんですよ。今ホタテじゃん。いただきます。タコだ。うん、おいしい。うん、すごい塩が効いてる。え、本当は塩欲しいって思ったんだけど。本当、多分しょっぱい、しょっぱい。1ミリも塩かかってない。うん、あ、これ魚かな。これ何？イカの気がする。レモンの量がすごいな。うん、うん、この魚おいしい。日本の給食思い出す。本当？タコ美味しい。タコ美味しいね。うん、だからいいんじゃない？おお。もう魚魚してんな。これ？うん。だけ？いや、めちゃめちゃ塩かけて食べたい。魚味弱めたい。これもいかかな？うん。いや、うん、なんか酸っぱい味する。なんこれ、これ食べてみ。魚なんやん、多分。なんかじゅわっと酸っぱい味がした。なんか味つけてある。うまでしょ。なんかレモン系の味ついとるよね。うん、すごいつけてあるやつ。あ、美味しい、美味しい。さっぱり食べる。タコは一番うまいな。うん、こういう機会じゃないと魚食わんからいいと思う。うん、全然食べてないよね、うん、イカリングとタコと普通のイカのフリッターみたいなのと小魚ちゃんとイワシとあとさっきのタラみたいなやつと、うん、まあでもイカは1種類と考えたら4種類、すごいカロリー。こんな夜にこの量で11ユーロくらい。違う、10.5。 10.5 ユーロ、うん、え、安くない？そう、破格なの。でもおかしい。スペイン安いもん、ちょっと安い。オーストリアとかクロアチアで食ったら40ユーロは行くでしょ。行くね。クロアチアのドブロブニクだったらやばい、うん、重すぎます。激重い。ケンタッキー味とかにしてほしいね。ネネチキン味とか、なんかただ揚げてあるだけで味がないからちょっとしんどい。いやでも、ん？嫌いじゃないよ。嫌いじゃない？いやちょっとこれは、カイ君酸っぱいの嫌いだから。そう、俺にとっては酸っぱすぎる。ただめちゃめちゃ重いんだよ。めちゃくちゃ酸っぱい。油油食べやし。オーラオーラオーラー。今日は市内の方に行って、まずパエリアを食べに行きたいと思います。野良犬の糞がすごい多くて歩くの大変だよね。う、うん、気が気じゃないLA？ ここ LA？ もしかしてLA？ アメリカ来た？これが LA だね。ロスって書いてあるね。これはあれよ、でロサンゼルス、ロサンゼルス通りってことかな。ああ、なんかアロヨって、なんかアレイみたいな感じじゃない？
すごいね、ヤシの木が。うん、ドドドドドーン。これさ、うん、装飾が絵だよね。あ、ほんとだね、絵だ。面白い。うん、あ、もうすぐだよ、カリくん。もうすぐ。やっぱかわいいね、街の木。うん、街かわいい。海まで行ってみよっか、タグバッタ。あ、いいよ。あら、男の子さんにおそろい。靴までおそろいだ。ほんとだ、おそろいだ。これですか。あ、人少ないね。全然人いない。ほら、ノリがいい。リーブとパンです。下にはね、なんか、うん、なんかお菓子にありそう。いっぱい入ってる。ここはサングリアです。見て、うん、入ってるよ、うん、いただいていい、うん、ちゃんとスプーンじゃない、ストロー2本さしてくれる。うまい？うん、おいしい。何やってんの。うまっ、ね、うまい。サングリア好きなんだ。おいしいっしょ。飲みやすいです。すごいガンガン飲みちゃうし、このフルーツ最後まで食べれるのかな。うん、めちゃめちゃ多いよ。フルーツ食べれるよ。食べれる。今後ろの席から匂い攻撃を受けてる。ね、アヒージョのめちゃめちゃ食べたくなったもん。メニューで探してんの。でもね、見つからん。見つからん。読めないから見つからない。これはコロッケ。コロッケ、絶対美味しいよ。いただきます。美味しい、うん、美味しい。クリームだけどハーブが効いてる。あれじゃん、あのハーブじゃん。なんだろう、あのハーブだ。あのハーブだよね。あれだ。やっぱどこでも使うのかな、ちょっとさっぱりさせるために。あのスープのやつでしょ。スープね。めっちゃ美味しいこれ。うん、おー、 Thank you。 来た。うわ、真っ黒。真っ黒だよ、エビも真っ黒だよ、うん、めちゃくちゃ美味しそう。ガチャリって言ってる。やばい、辛っ。辛かな、めっちゃジャリッしつこいな。うん、うん、しょっぱいね。まあまあまあ、美味しい美味しい。まあ美味しいんだけどさ、40分待った。あ、そう、40分待った。40分また感動は少ないかな。ないね、あのオーストラリアで食べたやつの方が段違いだ。パエリア食べた。あー、そこな。あ、パエリアも食べたか。違う、マリリンとは食べてないよ。あ、そうだ。ねえ、勝手に一緒に食べたと思うんで。オーストラリアで俺が食べたやつの方が圧倒的美味しい。ちょっともう期待値が高かったから、うん、そうだね。ちょっと引けてる、引けてる。もっと熱くて。熱々じゃないね。コロッケのが美味しい。食べてみたいと分かんないからね。すげえガリガリするけど。なんで熱々じゃないんだろう。やっぱパエリア作ったよね。うん、うん、ちょっとさ、ちょっとベチャってしてる。こういうもんだっけ。ここまでベチャッとしてないんかな。分からんけど、でもこの辺、こっちの地方はこうなんかな。これもあるかもしれない。オーストラリアで食べたやつはちょっとピリ辛だったから。あ、そうなんだ、珍しいね。めっちゃついてる。かわいい。残念ながらパエリアは僕の味に口に合いませんでした。これは多分
結構お客さんどんどん来てたから、うんうん、満席やったね、ほぼ、うん、で、パエリア頼んでる人じゃなくてタパス頼んでる人が多かったから、うん、多分タパスとかそういうちっちゃいこういうね、メニューが美味しいところだと思います。確かにサンゴリアもコロッケも美味しかったから。サンゴリアはめっちゃ美味しかったオリーブもめちゃくちゃ美味しかった。オリーブめちゃくちゃ美味しかった。こんな感じです。はい、ポスト黄色いんだ。この店めっちゃ可愛い。なんかレゴみたいだね。うん、中も可愛いよ。可愛い。クロスパイロールだ。レモンだ、うん、2個で30ユーロってことかな。ほんと？ここからこれ可愛くない？可愛い。セラムーンっぽいけど、セラムーン。あ、これもさ、見て、これがクッキーモンスターになってる。面白い。気に心がある。猫刀全部日本っぽいよな。不思議だよね。不思議っぽいよ、うん、ピカソ柄。これでいい、欲しい。はい、や、すっごいいいな、これ雲きれい。そうね、流れ早いね。うん、ここ片方しかないんだって、この塔が、うん、落ちないでしょ、うん、建設途中、うん、片翼の女神とかなんかなんとか言われてる。ちょっと要チェック。どうやってゴミを回収するの？あ、上まで吊り下げて、そこからジャーってやるってこと？そうそうそう。あ、そういうこと？危なくね？めっちゃ危ねえじゃん。これ本当は下穴開いてる。すごいね、これ。うわ、めっちゃ揺れてるけど。おお、すごい躍動感。うん、そう。え、馬の頭にすごい虫がたかってんだけど。あ、綺麗。うん。鈴ついてんだ。ほらほら、顔に虫めちゃくちゃたかっとる。本当だ。すごい虫。ね。大丈夫？大丈夫あんた。お、この子も顔すごいハエだな。もう顔だけなのね。ハエがたかってんの。あ、海だ。そう、海だ。港の部分可愛くない？可愛い。あ、クロスしてんな。パイ生地みたいな。そうそうそう。アップルパイみたい。でかい港だ。どんどん乗ってる。うんうん、豪華客船が何席も止まってる。船で来るんか、ここは。ランチタイムって感じ。いいね、自分のやつかな。そうかもね。南国、なんか低いね、ここは。日が、うん、砦です。はい、登ってますね、みんな。うん、あそこからずっと登れるのね、多分。で、こう行って、あっちの方まで続いてる。ね、隣の人も走ってきたね。同じこと考えてる。うん。グッド。砦だね。砦だね。アルカザバテアトロのマーネ。うん、しっかり見えるね、こっちから。これなんだろう、昔の、まあ、遺跡があるかもしれない。下にあった、やっぱりな。
9月17日、ただいま16時56分、26度、日に当たるとちょっと暑いです。はい、海の方はさ、風があって気持ちよかったけど、うん、全然暑い。うん、ドイツとは大違いの気温。本当だよね。あ、信号行くよ。信号。面白い椅子。鳥に見えるでしょ。鳥。鳥に見えるでしょ。鳥じゃん。え？鳥に見える。顔顔顔顔顔。くちばしくちばし、うん、え、本当ですか。目は短め、うん、賞賛を浴びてるよ、カイ君。この道正解だよね。やばいね。すごい、超濃厚。